よっしゃ、やっていきましょうか。はい、今回はハリケンさんのご紹介ですね。おー、ハリケンさん。ハリケンさん、はい、キャラクターブランドハリケン代表のハリウケンイチさんが手掛ける数々の作品ですね、はい、その数なんと1000以上あるみたいですね。1000すか、ものすごい数ですね。そんな出てるんですね、うん、まあ、圧倒的数でもありますし、うん、めちゃくちゃキャラクターもいるんですけども、はい、このソフビだけじゃなくてそのステッカーを含めてこういろんなこう活動をされている方なので、その辺あたりも、はい、あの紹介できたらなと思いますね、はい、なので今回はありとあらゆるものをポップなキャラクターにしちゃうよ編ということで、はい、やっていきたいなと思います、はい、こちらのチャンネルでは装備作家さんの独特の世界観ですとか個性あふれる作品をどんどん紹介していきたいと思っております。ということでですね、はい、今回ご紹介させていただくオリジナルキャラクターたちはこちらですね。この上の段にあるのが、はい、あれこれそれあれこれそれそれってことですね、はい、でこちらの白いお猿さんみたいなのが、はい、ヤーティー、ヤーティーで、こちらのソフトクリームがソフトロールと。ハリケンさんは、うん、こういったオリジナルキャラクターと愛で世界を笑顔にということをモットーにデザインですとか商品企画をされている作家さんですね、うん、まああれですね、見たらわかるんですけど、はい、グリーンボーイですね、うん、あ、そうですね、はい、み緑です、緑もう格好がもう緑ですね。そうですね、はい、作品と世界観、はいはい、っていうのを結構大事にされて作っていらっしゃる作家様が多いアートソフビの世界の中で、あのハリケンさんっていうのは本人自身もなんかこう作品の一部として表現されてるような確かに感じの方ですよね、うん、まあ、グリーンでありロックでありそしてピースフルであると、うん、ちなみにフエラムネあるじゃないですか、あ、はいはいはい、あれについてくるあのおまけ、はいはい、あのすご僕すごい好きでよく買うんですけど、うん、あれのおまけを毎日買って集めるコリスハンターっていうのが、うん、じゃあポリス非公認ではあるんですけど、はい、あるんですけどポリスハンター協会の会長でもある方です。お、はい、それを集める団、集めるってこと？そうですね、あのひたすら買っていろんなのが出てくるんで、うんうん、これが出たっていうのをこう毎日上げていくっていう。なるほど、はい、その体調なわけですね。体調です。なるほどそのハリケンさん曰く、はい、緑は青2歳の志と、それは要するに青いまま自分らしく生きようと、はい、思いが込められてる全身緑ということみたいですね。なるほど、まあその青いまま自分らしく生きるっていうのは、うん、実は本当簡単なことじゃないうん、とは思うんですけども、うん、まあ、その分ハリケンさんっていうのは志通りにまっすぐ生きていらっしゃるところがすごくかっこいいなって思いますね、うんうん、だいたいこう流されちゃいますもんね。そうですね、こう周りにというか、はい、それでは、はい、オリジナルソフビを紹介していきたいと思うんですけども、はい、まずはですね、うん、この3体上の3体、はい、あれこれそれですね、うん、こちらを紹介していきたいと思います、はい、まあ、このあれこれそれっていうのは、うん、あのどういったキャラクターっていうふうに思うと思うんですけども、うん、まあ、ここら辺の名前の付け方だとかキャラクター性だとか、まあ、ハリケンワールドな感じがしますよね。そうですね多くは語らないけど、ね、語らないという感じの。でこのあれこれそれキャラクターは、うん、コンセプトとしては見守りキャラクターなんですよね。黙して語らずいつもあなたを見守っているといった形で見守ってくれてるんですよね、うん、でこちら の, あの紫のあれですね、はい、こちらが黙して語らずメンバーの1体目という形なんですけども、うん、このあれが誕生して海外でも人気がやっぱついて、あ、火がついて、はい、こちらのこれそれ誕生したわけですね。でこの真ん中のこれに関してはあなたが自然体でいられるようにこれは黙して語らず見守っていますという意味が込められてるみたいですね、はいはい、でこちらのそれに関しては、うん、決意を固めて挑むあなたをそれは黙して語らず見守っていますと。表情でそれぞれなんかそういう感じもあるんですか、ね、なんかこう決意の顔っていう硬い感じですかね、はい、うん、確かに自然体な感じがしますもんね。この作品は中にこの鈴が入ってるんですよね。入ってますね、はい、お守り的要素もあって、うんうんうん、なんかテーマとしてすごく面白いなと思いますね。やっぱりあのソフビフィギュアの特徴の一つである中があの空洞になってるっていうことですよね、まあ、中に鈴を入れてそれをあのテーマとうまく融合して再現表現されてるっていうところが素晴らしいなと思いますね、うんうん、そして次はヤーティーですね、はい、ヤーティー、このヤーティー、うん、もうこれあの手があれですね、ハリケンさんを表現しているような、そうですね、こういう感じですね、ラブ&ピースじゃなくてラブ&ロックだ
ラバンで、こちらが森の秘密ヤーティですね、はい、こちらがついをなして小さなビッグフットサレもいるんですよね。もうちょっとここに可愛いのもあるんですね、はいはい、こちらヘッダーにも書かれてるんですけども、この特徴的な右手のサインですね、うん、こちらはラブ&ロックと、それを見れば誰もが踊り出さずにはいられないパーティータイムというような、うんうんうん、ことが書かれてるんですね。めちゃくちゃポップなキャラクターですよね。そうですね、うん、いやヤーティーめちゃくちゃいいっすね。可愛いですね。すごい好きです、ね、うん、なんかこうアートソフビーならではの自由なこの表現っていうのがされてる、はいはいはい、センスあふれる作品かなと思いますね、うん、見ていただくと分かるんですけど、怪獣ソフビーとかによくあるこの体表 毛の部分とかがこうしっかりと造形されていながらも、まあ、普通怪獣だったらこれで終わっちゃうんですけど、うん、まあ、右手にこのサインを持ってくるっていうセンス、うん、この自由な発想っていうのが素敵だなと思います。出てますよね、ハリケンさんが。そうですね、うん、あとソフビのヘッダーって長方形のこう長細いのが多いのが主流かと思うんですけど、うん、はいはい、ヤーティに至ってはこの三角形の、はいはい、デザインっていうのがまたこれが斬新で、うん、なんか面白いなって思います。で最後にソフトロールですね、はい、うん、とんがり頭の妖精たちが今日もどこかで暮らしてるよっていうことですね。妖精なんですね。本当にいろいろな色のソフトロールが出現してますよね、はい、こちらもこの出っ歯な感じ、うん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 、この歯が出てるんですけど、はいはいはい、前歯が出てますね。この感じがすごく可愛くていいなと思いますね。愛嬌ありますね。愛嬌ありますね、うん、いいですよね、このデザイン。本当色もすごい綺麗ですし、うんうん、可愛いですね、はい、あとやっぱりこの出っ歯もそうなんですけど、うん、まあ、ほっぺもちょっとこうぷっくりして、うん、してますよね、はい、うん、この愛嬌のあるデザインっていうのがすごいいいなと思います。はいはい、まあ、シンプルに可愛いって感じですよね。そうですね、最小限のアレンジで個性というか可愛さっていうのがこうしっかり表現されてるなって思います、ね、そうですね。ハリケンさんはその他のソフビフィギュアでいうとマッドパンダですとか、はあ、稲妻怪獣ブリッツゴン、予兆怪獣ライド、スノーザジャイアントと、はあ、いう形でやっぱりいろいろ様々作られてるんですよね。してますね、うん、またレジェンドプロレスラーのスタン・ハンセンとの T シャツもコラボされてるので、はい、ほんと幅広くやられてるなっていう感じですよね。スタン・ハンセンとのつながりってすごいですよね。すごいよね。写真見てびっくりしましたね、うん、でその他にもハリケーンステッカーとかあるんですよね、うん、ステッカーは特に数多く出ていて、うん、ありとあらゆるものをポップなキャラクターにしていますね、うん、それが寿司ネタだったりだるま、野菜、フルーツ、バーガー、団子、ナルト、空き缶、スプレー、ドライバー、傘、はいはいはい、画鋲、星、ハート、骸骨などなどですね。全然まだ言い切れないんですけど、なんで結構なんでもポップなキャラクターに、はい、変身させてるんですよね。まあ、ハリケーンさん自体がアメトイ好きっていうこともあって、はい、様々なこうテイスト、可愛いものからちょっとロックなものまで結構テイストがあって面白いですね、うん、いろいろなものでデザインされてるんですね。なんかもうステッカーだけでもなんかこう、うん、ハリケーンさんの世界観っていうのもすごい出てます、出てます、はい、堪能できそうな感じがしますね、はい、そしてガチャガチャも出されてるんですよね。 ありますね。ブラブラバニラストラップ、うん、クリームソーダバージョン、うんうん、テーマになるものがこう誰もが馴染みのあるものをポップに可愛く再現されてますよね、うん、アイデアが溢れてしょうがないというか、もうそうですよね、とにかく出続けるんですよね、うん、きっとこれをそのままにせず、うん、どん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 作品としてこうアウトプットされてってるっていうところがすごいなって思います、うん、まあ、まだまだお伝えきれない部分、内容も他にもいろいろやられてますね、はい、まあ、ちょっと追い切れないほどのいろいろやられてるので1000点以上あるわけですから、ね、あるわけですからね、まあ、今回は一部ということになるんですけども、はい、ぜひこのハリケーンさんの世界観を堪能してみてください、うん、はい。おもちゃの